1998年10月25日発行、紙プロ12号、魔の 10.11 プレイバック発言集ということで、全日本プロレスさんシリーズになります。秋山選手、秋山純選手の発言終わりまして、続いて小橋健太さんのプレイバック発言集ということで、はい、私、が読まさせていただきます。 ありがとうございます。馬場さんの付き人をやってた時、よく異種格闘技戦の話を聞いたんですけど、やっぱり違うルールでやるのは難しい。僕はプロレスの道に入ったからにはその道を極めたい、プロレスを磨きたいという気持ちが強いですから、もう会社からそういう試合をやれと言われればやるという気持ちはいつでも持ってますけれども、うん、なるほど。1997年11月2日、1回目の高田ヒクソン戦が終わって3週間後の発言ですかね。小橋健太講演会、うん、青山学院大学青山祭、まあ、学園祭の中での講演会ですね、うんうん、その講演会からの、講演会での発言の抜粋ということですね、はいはい、どうですか田村さん的に。97年の11月って、はい、大学の公演ってプロレスラー多かったんですね。そうですね、当時結構プロレスラーの公演会って多かったですよね。青山学院、うん、で私国士舘、はい、これすごいな。で前回の秋山選手はアジア大学での公演会、うんはい、面白い、うん、あのちょっとごめんなさいね、1997年11月2日国士舘田村、はいはい、で同日ですね、うん、97年11月2日小橋さん青山 学院、はい、でその翌日97年11月3日、うん、秋山選手がアジア大学で講演会をそれぞれやってる、はい、お面白いな、こんな重なります。まあ学園祭の時期が重なりますからね。いやいや、レスラーがですよ。ええ、ですから、どうしても時期的には重なっちゃうんじゃないですか。いや、レスラーが呼ばれるってことですよ。当時だからそれだけ人気があったんですよ。そうですか。まあいいです。ごめんなさい。小橋さんの発言からですけど。うん、まあ小橋さんらしいですかね。そうですね、うん。だから非常に小橋さんらしいと思うのは、僕はプロレスの道に入ったからには、うん、その道を極めたい、うんうん、プロレスを磨きたいという気持ちが強いですから、うん、ですからもう小橋さんなりに、うん、自分のプロレス感というものははっきりしていて、うんうんうん、自分の中でのプロレスの定義もはっきりしていると思いますよね、うん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 、まあそういう試合をやれと言われればやるという気持ちはいつでも持ってますけど、うん、ということですけどね、うん、ここも気になりますね。馬場さんの付け人やってた時に、うん、よく異種格闘技戦の話を聞いたんですけど、うん、これ馬場さんからどんな異種格闘技戦の話を聞いたのかっていうのはね、気になりますね。はあ、これ馬場さんから直接聞いたのか、馬場さんの付け人時代に、うん、誰かから聞いたのか、うん、まあ、馬場さんからでしょうね、この文脈から言うと。なるほど、うん、まあ、馬場さん自体もアメリカで、まあ、ボクサーと異種格闘技戦やったとかやらないとかっていう話をがありますけれども何ですか、はい、何ですか。でもね、はい、今そういう話をされると、はい、僕知らないんで、うん、そうなんですか、はいはい、いつですか、はい、とか聞きたくなるじゃないですか、はいはいはい、ですよね。そこは聞かないでください。聞かない勇気を持っている。いつ頃ですか。聞かない勇気ってどういうことですか。1960年代とかそれぐらいだと思いますよ。へえ。あのそういう試合ってことですか。異種格闘技戦、確かね、なんか漫画か書物で読んだ記憶はあるんですけど。なるほど。まあ、今の、いわゆるバリトゥードというか総合格闘技とはもちろん全然違いますけどね、形式としては。なるほどね。馬場さん
このまあ文面から読むと馬場さんから異種格闘技戦の話を聞いたんですけど、ね、ということにつながりますよね、うん、どんな話を聞いたのかは分かりませんけれども、うんうん、僕はプロレスの道に入ったからにはその道を極めたい、非常に小橋さんらしいというか、うん、全日本系の選手らしい発言だと思いますけどね、うんうん、まあじゃあ一体プロレスとは何ぞやという話にも当然なってくるんですけれども、なるほど、まあプロレスとは何ぞやっていう風な、そうね、その定義もありますけど、うん、小林さんって、うん、もうなんていうんですかね、自分のプロレス道をお持ちじゃないですか。そうですね、はい、うん、だから僕らからちょっと同じプロレス界です、畑がちょっと違うんで、でも小林さんはプロレス道をもう邁進というか、うん、突き詰めてらっしゃるので、はいはい、これは僕らから同じプロレス界ですけど、全然価値観が違うので、うんうんうん、でも小林さんのおっしゃってることっていうのは自分でファンに背中でこう示したというか、うん、戦い方で示されてるので、うんうん、やっぱりすごく説得力はありますよね、はい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 、発言と自分の行ってきた行動と、うん、まあ、ですから当時の全日本系のプロレス道というのは、うん、いわゆるこの異種格闘技戦とか、うん、格闘技戦に出ていくようなプロレスでは当然なくて、うん、で出ていかなくても許されたというか、うんうん、確立された世界でしたよね、はい、うん、で、まあ、その親玉が三沢さんだったわけですけれども、その三沢さんの発言もありますけど、うん、視点の、はい、いきます、どうしますか、これ一回切ってもいいと思います、ね、あ、そうですか、はい、じゃあもう少し話広げてください。何をですか、小橋さんの話。いやいや、いいですよ、もういいですか、もうあ、もうちょっと広げます。今何分でした、ちなみに。今7分ぐらいです、ね、ほら。まあそうですね、10分ぐらいは欲しいですけどね。ないな。いや、これね、話し出すとやっぱりね、うん、もっと長くなっちゃうんですよ。その全然いいですよ、長くなって。でも小林さんって、はい、もう、デビューが88年。あ、じゃあ同期っていうことですか。あ、同期じゃない、1個先輩です、ね。あ、じゃあ87年ですね。いや、僕が89年なんですよ。あ、そうか。え？ん？ 89 年でしたっけ？はい。88年入門の89年で。あ、デビューがですね。はい。で、おそらく小林さん、87年入門の88年。なるほど、なるほど。これ、鈴木みのるさんと同、はい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 、同期だと思うので、はい。で、小林さんは全日本プロレスにもう入門されて、うん、もう一筋じゃないですか、はい、もうプロレス道を、はい、でもう90年ぐらいから頭角をぐっと上がってきて、はいはい、体も大きくなって大きくなって、はい、もうその頃からもう自分のスタイルっていうのは、うんうん、もうこれだっていうのを決められてたと思うんですね、はい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 、まあいろんな諸先輩方のスタイルを影響しながら自分のスタイルって決めてたと思うんですけど、うん、もうその頃からもうそういう四天王プロレスをやられてるので、うん、これはガタきますよね、うん、だからすごいなと思います、はいはいはい、だ変にもうこっちのスタイルあっちのスタイルとかじゃなくて、うん、もう王道、うん、こうジャイアント馬場さんの全日本プロレスを王道行っちゃってるので、はい、この戦いをずっとやられてるのはすごいなと思いますね。田村清をしてすごいなと思わせる、うん、うん、いやいや、もう先輩なんでそんなすごいこうちょっと上から目線になっちゃいますけど、なったら申し訳ないですけど、すごいなと思いますね。三沢さん、小林さん、この全然話違いますけど、はい、まあ、よくこの業界に限らず体育会系の方々はその先輩後輩ってあるじゃないですか、うん、はい、先輩のことはやはり貶めては当然いけないとしても、うん、どこまで許容できるんですか、その先輩に対しての発言というのは。どういう意味ですか。つまり、けなしちゃいけないんですね、先輩って。
いやいや、けなすときはけなします。あ、けなすときはけなすんですか。いや、けなすけなすっていう言い方、あの、はい、いや、意見があれば時々、はい、田村さんの口からやっぱり先輩なんでとか、うん、後輩なんでとか、うん、何年入門なんうんぬんっていうのは出てくるじゃないですか、うん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 、やっぱり色濃く残ってると思うんですけど、はいはい、うん、じゃあ例えばどうしようもない先輩がいたとして、うんうん、そのどうしようもない先輩でもやはり先輩は先輩として立てなければならないわけですよね、はい、基本的に、はい、もちろんです、うん、ですよね、はい、その場合は、うん、いいところを見つけます。あーはははははなるほど、そういうことか。はい、うーん、侮れないですね、第一回系は侮れない、はい、でもいいとこ見つからなかったら発言はないです。あ、何も言わない、自然的に触らない、触れない、触れ、あ、じゃあ田村さんの口から名前が出てこない先輩は、どうしようもない先輩っていうことです。そういうね、あのヒクソンみたいなチェスのような詰め方やめ、やめてくれます。詰め方って何を詰めるんですか今。まあでもそういった先輩後輩云々関係なく、うん、一選手として見た場合に、うん、同じ業界で、うん、畑スタイルは違うけれども、うん、やっぱりその視点のプロレスというのはそれほどすごく映ったということですよね。田村清の目から見ても、はい、うん、もちろんすごいんですけど、はい、もうお客さんと、うん、お客さんも楽しめてるし、はいはいはい、四天王もこれをやったら盛り上がるだろうっていうのが、うん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 、こうもうみんこうが、あ、合致してるんですよ、はいはい、やっぱ密度の濃い世界を作ってましたよね、うんうん、あれは素晴らしいし、まあ技がちょっと危険な方に行ってくると、こうハラハラドキドキって怖いなっていうのがあるのはあったんですけど、はいはい、でもそういうのをもう踏まえても、これ高田ヒクソンの話からだいぶそれちゃうんですけど、うんうん、田村さんはそういう四天王プロレスみたいなプロレスをやってみたいと思ったことはなかったんですか。いや、やってみたいです。やってみたいんだ。やってみたいです。本当ですか。はい、やってみたいです。今ね、四天王プロレスのファンがお前にできるわけがないってこう、うん、画面の向こうで言ってます。できるわけないです。できるわけないって、うん、できるわけないです。うん、できますけど。四天王プロレスを舐めるな。多分僕ね、やろうと思えばできるんです。どっちなんですか。できないって言ったりできるんですけど、はい、あれを何十もう数年やれって無理です、うんうん、ずっとあれを続けてやる、うん、1試合だけやれたらできると思うんです、はい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 、でもあの状況をこう1試合だけの方が難しくないですか。でもあのスタイルはこうやっぱ練り上げて練り上げて、うん、こう長くやってるからこそ出てくる。あ、じゃあワンクールですね。例えば3ヶ月に、はい、まあ僕もそのいろんなその練り上げて練り上げてっていうと、うん、そこで3ヶ月半年ぐらいの期間で、うん、この四天王プロレスみたいな試合は1試合やれっていうのはできると思います、うんうんうん、だけどこの三沢小橋さんたち方々はもうそれを毎試合やられてたわけなので、まあもちろんこう波はあるでしょうけど、うんうん、それはできないですね。いやそうですね。だからこの90年代のね、うん、四天王プロレスというのは確かにすごいクオリティでしたし、うんうん、あ、もうピークと言っても過言じゃないですかね。プロレスのあのスタイルで言うと、うんうんうん、はいはい、そうですね。だから皆さんもまだ若くて体も動いて、はい、うん、反応も早くてみたいなね、うん、中で、いやだからある種こう何でしょう、やっぱチームスポーツとして成り立ってる部分もあるでしょうし、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、うん、いやだからそれはもうお客さんも含めてチームプレーですね。そうですね、あれはね、うん、もうあの作品はもう今後生まれないでしょうね、うん、お客さんも含めた出来上がった状態で、はいはいはい、うん、こんなもんでいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。いきなり切りますね。